はい、皆さんこんにちは、フラワーディスクションです。今日は植物を枯らさない方法を皆さんに伝授します。まあよくね聞くんですよ、私はよく枯らしちゃうとかね、殺しちゃうとかね、基本的にまあ枯らしちゃう人は可愛がりすぎる人が多いんで、まあ、心優しい人っていうことですね、皆さんね。なので今日はその心優しい人でも植物を殺さない方法を皆さんに教えます。で、まあ、植物を殺さない方法、一番最初に、まあ、あんまり死なない植物を選ぶっていうのが、まあ、一番最初にこう必要なことなんじゃないかなと思います。じゃあね、強い植木を、まあ、これからねちょっと一つずつ紹介していきたいと思いますけれども、まあ、今日はさっきからもこれ僕の後ろにいるんで皆さんよくお分かりかと思いますけど、こちらの植物ですね、これねパキラという植物です。この植物、まあ、観葉植物ですけれども、もうお花は咲きません。この観葉植物は、まあ、強いです。かなり伸びます、上に伸びてきます。ただね、もう最初に大きさが大体こう決まってて、ここでバッツリと切られてるんですよ。ここでこうバッツリ切られてるんでしょ。これ以上はだからもうあんまり伸びないんですよね。なのでお部屋のこうインテリアとかに合わせてこう大きさを選んで、最初に購入する大きさを選ぶといいんですね。このパキラすごくこう強い植木なんですけれども、日が全く当たらない地下とかそういう場所は不向きです。じゃあね、日が全く当たらない場所に向いてる植物はあるのかって話は実はあります。それはねまた次にご紹介していきますけれども、このパキラに関しては、まあ、そこそこ日が入った方がいいです。まあ、そういう場所ですとどんどんこう成長して伸びていきます。でね、このパキラを枯らす人もでも実はいるんです。そのパキラを枯らす人は何がいけないのかというと、一番の原因はお水のやりすぎっていうことですね。っていうのは、植物をこう可愛がりすぎる、面倒見すぎる人がこいつを枯らしてしまうんです。はい、この状態ちょっとこう 黒いじゃないですか、もう土が。こういう状態だったらもう全く水いらないです。この状態でお水をあげてるともう完全に根腐れを起こします。ではですね、このパキラにはお水はだいたいどのぐらいあげればいいのか、まあ、目安としてですね、お部屋の温度とかもちろんこう乾燥具合とか、ね、いろんなものがあるんですけれども、だいたい多くて1週間に1回ですかね。そのぐらいだと思います。1週間に1回でもあげる量によってはもう全然多いと思います。よくこう表面が乾いたら、さっき僕もこう表面が黒いとかって言いましたけど、表面が乾いたらあげちゃうって人いるんですけど、それがねもうなんだろう、ちょっと乾いたぐらいであげちゃう人いるんです。もう中の方はもう全然水がまだありますから、まあ、その状態で水をあげていくと完全に土が腐って根腐れを起こします。そうするともこの葉は完全に枯れてしまいます。なので水のやりすぎに注意しましょう。だいたい目安は1週間に1回か2週間に1回、1月に 2,3 回ぐらいですかね。うん、そのぐらいであげてるのがちょうどいいと思います。ちょっとこう水が下がってきたな、葉っぱが元気がなくなってきたなと思ったぐらいに水あげるのが多分目安なんじゃないかなと思います。で、このねフラワー TV ではお花の総合プロデュースを僕は、ね、目指します。なのでこの観葉植物に関してもいろんなこう種類が、同じパキラといえど もう全然こう出どころによって品物が違います。なので僕が選んだ、まあ、セレクトショップみたいなものですね、選んだ観葉植物をフラワー TV でこれからは販売もねしていこうと思います。フラワー TV ショップというのを作りますので、そこで購入してくだされば、まあ皆さんの代わりに僕が観葉植物を選ぶということですね。だからその中でだいたい目安とかいろいろ入れときますので、でまたこのフラワー TV で必ずその植物は紹介したものしか載せません、セレクトショップなんで。なのでそれを見て、あ、欲しいと思った方はそこからぜひ買ってください。これ見て他のサイトで買っても違うものいっちゃうことがあるんでね、それはもう僕保証できませんので、絶対にこのフラワー TV ショップでお買い求めいただいて、
こう全部の総合プロデュースを僕にさせてください。で、価格もねリーズナブルに設定しますので大丈夫です。それも総合プロデュースさせてください。それではですね、今日はこちらで終わりにしたいと思います。